インハイは、インハイダメだよね、マジで俺ら。うん、熱くて連戦。グローブ凍ってる時とかあったから、雪の日とかやったら。これ、俺言わせてほしいな。中3でプレミア出たんでしょ、あの子。そうだし、あ、そうだよ。そうです、そうです。半端ない。テント一応横で寝てたんだよ。横で俺めっちゃゲームやってたけど。めっちゃやってた。変なやつだと思った、本当に。お願いします。お願いします。じゃあまず軽く自己紹介から僕から住永かけるです。現在は明治大学の体育会サッカー部に所属していて、青森山田高校時代は主将で、アンカーを務めてました。FC 町田ゼルビア所属の広瀬陸です。高校時代もキーパーでした。よろしくお願いします。順天堂大学4年の三国スティビエブスです。青森山田高校時代は左サイドバックとして、やっていました。仙台大学、4年の、サガリクです。高校時代は、主にサイドハーフやっていました。以上です。ジェフユナイテッド千葉所属の高橋一生です。高校の時は、中盤をやっていました。よろしくお願いします。まあ早速質問の方を、みんなで喋りながらどんどん広げてってって感じでやっていくんで、まず最初は、青森山田のすごいところとか強さの秘訣とか、誰かなんか喋りたいこととかあれば。下がりから行こうか。トップバッターいただいてもよろしいんでしょうか。いいよ。じゃあ、ありがとうございます。やっぱり、青森山田の強さの秘訣、やっぱり皆さん口揃えて言うのが、やっぱ、雪中サッカーなんじゃないでしょうか。やっぱり、雪の上で、サッカーしたり、走ったりとか、やっぱそういうトレーニングをして、やっぱシーズン始まったら、フルパワーを出して、やっぱいい成績につながったんじゃないかなっていうふうに、僕は思います。確かに、雪中きつかったよね。やばいっしょ、あれ。でも、しんどかったっすね。でも、サガリクと一世は青森出身だからさ、別に山田だからとか、そういう感じではなかった。いや。でも山田あんなやりません。山田以外でやったことないよ。いやフットサルに入っちゃうんじゃない、みんな。雪あるとか確かに中だ。体育館でやっちゃうよね。あんだけ腰まで積もるところでサッカーをやるっていう考えがあんまりなかった。もう多分一緒やることないでしょ。間違いない。やることないね、多分ね。ないでしょ。ないですね。ケブスは膝下ぐらいだったでしょ。いや俺は、足長かったからそうだね。環境は良かったよね、正直。いや、良かったでしょ。他のチームと違ったからね、その雪っていうのがあって。冬はもうずっとフィジカル期間みたいな感じだったしね。結構俺らの代ぐらいから、環境結構変わったくない？プレハブが立ったりとか、筋トレの期間が増えたりとか。あとなんか加圧トレーニングやってみたりとかさ、なんかいろいろなことを導入し始めた時だって、選手権の時もほら、水素吸ったりとか。あったね、移動中とかね。懐かしい。バスの移動中。めっちゃ恥ずかしくない？入浴剤とか、結構なんか、すごい恵まれてたかなっていうのは。確かに。サプリメントもね、そうそう、サプリとか提供していただいたり。確かに。いや、なんだかんだ言っても、監督のおかげっしょ。まあ、そうだね。多分顔が広いからね。そう。いろんな人とのつながりの中で、いろんなことできたよね、俺らも。バス移動はでも大変だったね。あれはきついね、正直。今だからこうやって笑えるけど。だって、朝9時とかに出るじゃん。朝練習して、そうだね。韓国から練習始めて、9時半とかに出発で、みんな急いで寮帰ってシャワー浴びて、池袋のホテルとか泊まって
サンシャインね。5時とか。いや、もう、改めて、まあ、コーチがすごいと思う。長い時間運転してくれたって。ほぼノンストップで。まあ、お昼休憩とかあったけど。あのトイレ行きたいんだけど、あの最初の一人は何か言われそうだから、みんなで行こうぜみたいな。みんなトイレ行ったから。なんかちょっとガソリンとかで止まったらでかいみたいな感じだね、みんな。そうそう止まった止まったみたいな。やっぱ J-Use とかは、普通にプレミアとかでやっぱ飛行機で来るもんね。うん、それ。全然、昼ぐらいには多分こっち、昼過ぎぐらいにこっち着いて、ホテルでゆっくりして、次の日の朝試合みたいな。うん、多分ハングリー精神は多分相当あったよね、俺らね。間違いないでしょ。それが、ね、それが当たり前だったからね、バスが。じゃあ、中高一貫で結果を残しているっていうことも印象してるんだけど、その中で6年間の、あの強化っていうもので実感とかしたこと、まあ、これは多分、一世とエブスかな。うん。なんか、山中時代からの6年間で気になるな。強化とか。俺は6年間親元離れてて、なんかメンタル的に成長したのかなって思うね。なんかその、うん、中学の時はなんかめちゃめちゃ帰りたがいいとか思ってたけど、まあ1年終わって2年経って、なんかここが俺の家だみたいな感じになって、周りもめちゃめちゃ仲良くなったし、まあ、高校に上がったらさ、もうみんな上手いやつらばっかり、向上心しかないじゃん、正直。1、2年と3年もそうだけど。まあ、それで、だったから、メンタルはだいぶ多分強くなったんじゃないかなとは思うね。なんかその、大学来てもさ、なんか親元から、なんか離れないで、なんかずっとお弁当作ってもらって、いい子いい子されて、まあ言っちゃ悪いけど、いい子いい子されてる人たちに比べたら、なんか多分、ちゃんとそういうところはしっかりしてんじゃないかなと思う。自分で言うのもあれだけどね。じゃあ、伊勢は？俺はね、寮生じゃないから、そのエブスみたいな感じではなかったけど、そうだね。やっぱ、高校生と中学生と練習場所が一緒なのがやっぱ大きかったんじゃないかなって。ああ。僕が中学校の時は、室屋さんとかが普通に練習してて。来たね。うん、まあ、差し並み優斗さんとかね、が練習してて、それを近くで見てて、室屋さんとかクロスすごかったよね。確かにね、すごかったよね、あの、めちゃくちゃ見てね、やばい、しかも超自主練するし、あの人ね、うん、それがなんか中学校から見れてたのが大きかったかなって。やっぱ毎年の高校3年生とかを見れたりとか、プレミアリーグをなんかずっと見れたりとかっていうのはかなりでかいと思うんだけど、俺的にあの雰囲気っていうか、うん、それも含めだね。なんか中学校の時から見れたよね、やっぱ近くで。しかもさ、俺らがさ、中1の時ってちょうどプレミア始まった年じゃなかったっけ。そう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 。ああ、そうなんだ。そうそう。だから、タイミングがめちゃめちゃ良かったし。中島翔也とかもちゃんと。いたよね、いたいたいた。いたい、うん、めちゃめちゃ良かったし。ちょうど。ベルディで？ベルディで。そうそうそう。あの時のベルディ超強かったからさ。でも俺らの代の山中は中3の時負けてるよね、全中。おい、触れられてほしくなかったやつ。最悪だよ。ハニマ世代だ。地獄だわ、マジで。永遠とバカにされるんだよ、ただ。でも毎回言われるのがさ、なんか、いや、でもお前らがいなかったら、その後連覇してないって言われるんだよ。まあ、この代のメンツでも勝てなかったからみたいな感じ。そう。なんか、上田さん的には、なんか、過去一でメンツはいいみたいな。俺らの代が。あとは言ってくれてたんだけどね。山中から上がっていく選手ってさ、うん、なんかやっぱ先輩とかとのさ、あの、仲がもう構築されてるじゃん、中学の時から。わかる、めっちゃ。だから、なんか、俺らがさ、高校1年とかで、
なんか外部から入ってきたりとかした時の最初とかさ、めっちゃ山中嫌だったんだけど、なんか山中怖かった、ね、上がったやつ怖かったっていうか、なんかもうなんか雰囲気が環境に慣れすぎててさ。あ、そういうこと。うん、確かになんか俺はお前らよりちょっと上行ってるぞみたいな感じってこと。外部と山中上がりのなんか溝みたいな、はい、いやー確かにそれあったね。心強さでもあったけどね。まあ確かに何かあればやっぱ知ってる山中のやつらが引っ張ってくれたってのあるよね。うん、聞けたし引っ張ってくれたし。いや俺もう入ってきて、もう広瀬がさ面白すぎてさ、なんだっけ、あのリンク覚えて、あのさ練習じゃねえや、セカンドのさ大会行ったの覚えてるっしょ。あ、覚えてる。あのちょっとなんか金沢でしょ。金沢だっけ、あの天芝だけど、そうそうそう、天芝だけどなんか土みたいなグラウンドのとこさ。うんうん。いや、そこでさ、お前と初めて会って、もうなんか、ケツバカでけえし、バカキック飛ぶし、なんなんこいつ。あの時ってさ、あれ、B チームだっけ ?C チームの合宿だったっけあれ。なんかね、キーパーがほら、俺、あのさ、3年生のキーパーいなかったじゃん、俺らが1年の時。だからすごい、いろんなとこ行かされて。そうだ。中3の時にってことでしょ、だって。でだから卒業式も出れなくて。マジで。しかもちょうどあのもう少しで俺青森行くからって言って、友達がなんか送別会みたいなしてくれてて、でカラオケ行ってたの、その後なんか飯とか食ったのに。あ、知らない番号から電話かかってきて、誰だろうと思ってカラオケの中で電話出たら、まさきさんで、おめえ何してんのって電話に言われて。えぐい。怖すぎだろそれ。で、お前明後日から金沢来れんだろうとか言って、お前暇なんだから来いよとか言って言われて、卒業式出ないでもうすぐ2日後キャリーとか準備して飛行機で一人で金沢行って。すげえな。そう、だからそんな感じだったな。じゃあ一星がいたんで、その時。うん、金沢ね、いたいた。一星と一応横で寝てたんだよね。あ、横で俺めっちゃゲームやってたけど。めっちゃやってた。変なやつだと思った、本当に。しかもあの時さ、あの完全に大部屋だったじゃん。なんかすごい畳の部屋で、すごいでっかい部屋で布団引いて寝るみたいな、うん、で俺誰もさ喋れるのはしてないじゃん、3年生とか2年生しかないし、うん、じゃあとりあえず一星が一番なんか安牌そうだなと思って絡んだら、めちゃくちゃ安牌で。いや、怖かったよ、太鼓の達人と指糸やってて。あはは、うわ、これね、これね、これ。うん、もう、怖かった、最初。でも、本当にそれぐらいしかだってやることないじゃん。そうだね、なかったね。そうで、あの、午前午後、走りとかさ、坂走ったりとかしてさ、走った。試合やってとかやってさ、で、試合、うん、なんか、内容良くないと、そのまま、なんかさ、お前ら、宿舎まで走って帰ると結構遠かったじゃん。そうだ、坂登って帰ったんだ。うん、あれはでもしんどかったね、やっぱ。俺、ちょっとやっていけるか不安だったもん、あれ。これ、でもさ、もっときついのいっぱいあったと思うけどな。いや、始まりだから、なんていうの、もう不安でしょうがなくて。FC東京、中学行ってたんだけど、その時は、全然、それ走りとかって基本、フィールドとキーパーで練習別だから、キーパーはキーパーでっていうイメージが強かったんでね、素走り。あんまキーパーって素走り、しないじゃん、うん、全部一緒にやんだとかね。去年度もプレミアファイナルを、昨年度もプレミアファイナルを優勝するなど結果を出し続けてるけど、その後輩たちについて思うこととかなんかあれば。でも多分やってることは実際俺らの代も変わんないよね、サッカーとか。多分、いや多分そうでしょう。なんかグランパスだっけ、確か去年の。うん、そう、ファイナルでしょ。ファイナル。もうなんか、うん、グランパスめちゃめちゃ上手だったけど、結局体張ってなんか、硬い試合をした山田が勝ったみたいな感じだったもんね。うん、あの子のゴールすごくなかった。あの1年生の松木くんだっけ。松木。1年生でさ、あのゴール決めるって相当すごいと思う。でも多分それもさ、やっぱ山中からの、なんか自信あることない、なんか、やっぱり高1でもさ、あんだけなんか張り、なんか自信持ってできるってさ、山中上がりじゃないとなかなかむずい。中3でプレミア出たんでしょ、あの子。そうなの。あ、そうだよ、そうだよ、そうだ
って聞いた。じゃあ、あれじゃない、柴崎学以来の快挙じゃないの、それって。え、多分そうでしょう。多分中学校からトップの試合出たってそうじゃない。そうだよね。すごくない？それって考えたらね。半端ないね。化け物でしょ。プレミアに対して俺ら結構なんか強かったというかさ、自分たちでもなんか結構勝てる気結構多くなかった。あんま負ける気はしなかったよね。だよね。ホームでしょ。ホームなの雰囲気でしょ。間違いない。強いよね、俺らね。さ、やりやすいじゃん。コーナーキックとかさ、相手のチーム蹴れないぐらいのさ、あの圧力が高い。今、こうやってなんか、大学とか来てもさ、なんか、山田のアウェイはマジで嫌だってみんな言うもん。本当に。言う。言うよね。さあ、俺らの1個上の代でさ、FC 東京に柳貴弘っていう人がいてさ、はい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 、ちょっとでかいさ、ちょっと色黒の人、サイドバックのね、そうそう、で、そうで、FC 東京入った時一緒だったからさ、いろいろその話をしてたらさ、めっちゃいい体してるやんとか言われたのに、そう、ヤジじゃないよね、あちょいちょい褒めたりするよね。プレミアとかでも毎年のように1位とか2位とかだからさ、やっぱなんか分析とかもそうだし、その1週間の中の相手に対する分析とか、相手をシチュエーションした練習とかもなんかすごいやっぱ細かくやってたっていうのはあるよね。あるね。すごい分析してくれて。インハイ勝てないんだよな。インハイはね、インハイちょっと熱いです。インハイダメだよね、マジで俺ら。熱くて連戦。連戦、あれマジ、日程どうにかしてくんないと戦えねえよな、ほんと。きつい。ね、あれきついです。一日挟むけどね。インハイさ、あの、時間短いからさ、なんか最後の最後でオープンになって俺らがやっと勢い出てきたところで試合終わるよね。ああ、龍拳みたいなさ、もう捨て身で最初からなんていうの、あのペースとか考えないのチームがさ、そのままの勢いで1点とか2点取っちゃう、そのままいったら疲れないじゃん、向こうが。いやだね、うん、確かに。それはちょっとやっぱきつかったね、俺ら結構スロースターターでさ、後半どんどん盛り上げていくタイプだったから、相性は悪い。確かに。龍拳に負けたじゃん、結局。最初に1点、ね、1点だっけ、2点。ベスト4でね、1点取られて。一勝1点で、合計か誰かが追いついたね、後半ね。そうで、またロスタイムから決められると思った。追いついた。山田で一番驚いた練習とか、逆に一番ためになった練習とか、まあ言える範囲で。言える範囲でってなんやん。言える範囲。でも山田の練習でも、ネガティブなことって本当、あんまなくね。結局終わってみたら。うん。全部ね、なんか自分のためになってたね。うん、やってよかったっていうのはある。まあ結果がついてきてるからっていうのはあると思うけどさ。でも俺はね、何やったかな、なんか、あの、監督のあの3人組シュートに対するこだわりとかやばくなかった。すごいね。あのなんかさ、あれめっちゃこだわるよね、落とすところとか、した後走っていくところとかさ、うん。マジでスプリントしないと怒られるっていうやつね。うん、俺、トレーニングの大雨降ってる時が好きだった。あ、気持ちいいね。そう、大雨降ってる中でのクロスシュートで。なんかもう、ただただスライディングしたくなる。いや、あの時もうキーパーは手の感覚ないからね。冬とか。グローブ凍ってる時とかあったから、雪の日とかやったら。よかったのはさ、あれじゃない？雪中の前にさ、みんなで雪かきするけどさ、トップチームだけ雪かき途中で終わって、練習みたいな。ああ、マジでなんか、みんなに対する感謝とか、めっちゃなんか、意識してね、うん、最初。俺らだけ練習して、あと周り見たみたいな。そうだね。ああ、うん。選手権前とかね、そうだね。出発する前。ありがたかったね。あの、セットプレーに対する監督のこだわりでやばかった。うわぁ、やばかった。すごい。すごかった。これ言わせてほしいな。あ、いいよ、いいよ。何？いや、俺のキックが、俺のキックが調子悪いときは、まあ、俺が悪いんだよ。ごめんってなる。
調子いい時あるじゃん。あの時にさ、いいボールなのに点数入らないでずっと蹴ることになるんだよ。あー、わかるわかるわかる。京介が絶対外すから。京介ね。あれ嫌だったね。全然枠飛ばないね、あいつ。監督も毎回のようにさ、なんか相手のセットプレーの時のフォーメーションとか見てさ、なんかいろんな案を持ってくるじゃん、なんか、うん、トリックプレーの、うん、でもなかなかうまくいかなくてさ、めっちゃ時間経ってさ、前日なのにとかさ、そうそうそう、めちゃめちゃやるみたいなね。トリック大体下がりくがみするからね。おいやめろ。それ出すな、それ出すな。切り替えだけ、なんか切り替えだけちゃんとやればなんか、なんか見栄えいいみたいな感じだよ、結構。見栄えといえばブラジル体操だけでしょ、あれ。あれはね、あのもう気持ちこもりすぎちゃう、あれに関しては。発狂するから、ね、あれ場所によってさ、声響くところと響かないところのあの辛さね。それもさ、あの、かけるがさ、号令かけてたじゃん、あの先頭で。あれがさ、すげえさ、なんていうの、曖昧なんでね、腕せーのみたいな。腕ってないやん。俺はずっと思ってた。確かに。まあ、伝統だからね。そう、伝統だけど。あれ覚、なんか、あれマジ難しいからね。ほんと。まあ、でも練習はいろいろあったけどな。更新の練習とか。あったね。選手権の更新の練習。リング磨いてたよね。あ、リングは磨いたね。リンゴはね、ベンチコートの袖のところでね。そう多分でも俺山田の更新のその練習でリンゴ磨いて初めて俺リンゴってピカピカになるんだって聞いてる。あんなにツヤ出るんだみたいな。わざわざ食べる前に磨く人いないからね、リンゴ。結構光るじゃん、もうマジでびっくりした、うん、あれは、うん。黒田監督のすごかったところとか、印象的な言葉、なんか、しょっちゅう言われてたけど、なんか、柴崎岳は、なんかもう毎回、アディダスのスパイクピカピカの状態で練習前、なんか、来てたって。うん。一回言ってたよね、それ。うん。岳さんの話多いよね。岳さんの話はもう、ね、ほんとしょっちゅうしてたよね。俺は。朝練始まる前にも汗だくとかね。そうそうそう。4時半にあの行ったらシュート練習で汗ダクダクだったんですよ。湯気出てるってやつじゃん。多分一星も多分そういう感じになってると思うよ。でも一星も毎朝チャリで、ね、うん、時間かけて朝練、ね、みんなより早かったしね。うん。はい、ああ、だってね、来るのにさ、時間かかるのに、朝練30分しかなかったらもったいないなと思って。ああ、確かに。確かにね。やっぱ違うっすね。一船は結構手強かったよね、マジで。Jユースには負けたくないって気持ちはやばかったよ、俺はめっちゃ強かったね。就活も全く今やってないし、プロになることしか考えてないから。